の上に置かれているのは、2種類の油を混ぜて作られた混合油とガラス板。実はこの混合油は、その屈折率がガラスの屈折率と等しくなるよう調整されている。この時ガラスの板を油に入れると、まるで水面から下が消えてしまったかのように見えなくなってしまう。例えばこのガラス板にクリップをつけて油に沈めれば、クリップだけが水中に浮かんでいるように見える。屈折率を揃えたことで油とガラスの境界で光が曲がらず素通りしてしまうためである。次に大きな水槽の中にドミノ倒しのような装置を作った。ところどころにニムスのガラス工房で作られたガラス製の部品が配置されている。この水槽に先ほどの混合油を満たし、スタート地点である左上のレールにガラスのビー玉を落とすと、どんな動きを見せるだろうか。玉が消えてしまったように見えるが、ここに確かに転がっている。続いて見えない階段、見えないドミノ、見えないレールの上をボビンが走る。そして見えないシーソー。物理の原理に基づけば、こんな不思議な装置を作り出すことができる。未来の科学者たちへ。ニムス。